はい、どうもこんにちは。10分対談、例えば川村さん、もうすっかり4回目の登場ですね。ありがとうごよざいろしくまお願いします。す。今回ちょっと僕の方がはい。ダウンコールといういや、か、本当素晴らに、しいい方法になっやー、たというんわで。けで、プロセスエコノミーいかがでございました？もう完全に何でしょう、もやっと思っていた、感じていたことをきちんと体系化しつつ、すべて余すことなくやっぱり言語化していただいてるなって、それがもう、感動だったというか、どっかで、個々の章とかで素晴らしいまとまってるんですけど、その構成からその幅までちゃんと至る歴史や、なぜこれからやっぱりプロセスエコノミーが盛んになっていくかとか大事になっていくかって部分から、未来の美しい可能性、プラスでも継承もね、鳴らしていただいてるんですが、これによってちょっとプロセスが目的になっちゃってまずい。それまでちゃんと書いていただいてるんで、これ最初にしてというか、もう完全版というか、素晴らしい本だなと。そうですね。でもやっぱりそのプロセスエコノミーってその的なものって実は昔からあって、その今本当おっしゃったように、要は時代の変遷の中で、その今まではあまりにも完成品のアウトプットエコノミーが太陽としてさんさんと照らしてたから、そうです裏側ね。にある月としてのプロセスエコノミーがあまり見えなかっただけで。で、この完成品であるアウトプットエコノミーが、ネットとメーカーズムーブメントのこう発達によって、すぐにパクられて、高止まりで差別化ができなくなっちゃった。で、いいものを出しても儲からないっていう時代になった時に、結果的にもう裏側にいたプロセスエコノミーが、表側に見えてきたというお話だと思いや、っそうてですね。て。本当におっしゃる通り。だから、その旗を立てたというか、そうですね。ルーツをたどると、本書でも書かれてます。ケイスさんいや、の、そのもう、プロセスエコノミーの言もう言葉が葉がもう、やばい。それ出てきた瞬間、最初多分ツイートでね、言われてたんですよね。そうあなんれです、そうなんで僕、す。ツイートのタイムラインで見てたときに、ケイスさん、これやばやい。られたですよね。悔しい、そのフレーズって思って。もうやっぱりだから、そういう人、単にあるだけで、やっぱり全てがこうまとまるんですよね。だから、あれもそうだった、これもそうだった。なるほど、急に道が開パーって開けるいようてなね、いモーて、ゼの十回じゃないですけそうど。なんですよ。それがすごいなと。あれ、その必殺技、商法って言いました。必殺技システムって呼んだやつですよね。やっぱその名前をね、なんでもないパンチなんだけど、力道山チョップって言った瞬間もうそに、れすご単いなといるうチョップがか、すごいものそうになでっす、そうです、て、そうです。みんなチョップが来るぞみたいただのな。速いパンチだけど、その北マ斗シンガ百ンジャ裂ブと拳とかか北言っ斗百たり、裂拳で言うと。もっとすごいものに北斗神拳っていうものがこうね、見えてくるみたいな。で、に類する感じで、やっぱりこの言葉の衝撃はかなりあって、で、自分も、クリエイター側の視点からかなりやっぱそれを意識してたなって思い起こされたんですよね。で、急に全てが自分の中でもつなジがっグたゾーとパいズうルみたいか、なね、カチャカチャってくっそうついなていんでくすよ。という。前から結構僕はその新しいものを作るときに、逆にその作り方を新しくする方が近道だったってよく話して、作り方を作るみたいなことを言ってたんですけど、で、そういう時にやっぱりその新しい作り方をしてるから、その作り方自体もエンターテインメントとかコンテンツ確かにになそるうんですよだね。っていう言い方はしてたんですだっよ。て、ね、そのピタゴラ装置なんてまさにそそううでですすね。もそれんを想ね。像できるからアウトプットがより面白いとか、自分でも真似できるとか。それもやっぱりぶら下がるんですね、そのプロセスエコノミーっていう枠組みの下に。で、僕はそのコンテンツベースでしかそのうまく説明できてなかったんですけど、それをきちんとそのエコノミーというかね、そのエコシステムとしてできる。僕はだからただ楽しいじゃんみたいな。見てて、この変な作り方をしてる、精子が踊るアニメーションとか作るときに、自分の精子をスキャンして、モーションキャッチャーして作ったりしてたんですけど、で、精子バンクおみたやいなね、それで、一時期ずっと必ず僕そういうメイキングビデオを一緒にローンチしてたんですよね。っていう時期があって、そっちょっか。と意識しすぎた感はあるんですけど、で、そのぐらいやっぱりここにも価値があると思ってて、実際、最終的なアウトプットと同数ぐらいの視聴回数とかね、そうですよがね。あっだたり。し、特に例えば日々の音色みたいに、そのアウトプットとしてのミュージックビデオの素晴らしさもあるけど、そのメイキングがついてる分、他の人もやりたくなるそうですね、し。過程が、あの場合はメイキングの動画自体はそんなに出してなかったんですけど、作り方自体にそのプロセスを感じさせるというか、そうですね。ピタゴ入っラて装る置んで。も、日々の音色ってスカイプで画面分割して、いろいろみんなでやりますっていう、
ものとかも、もうアウトプットそのものの中に作り方が練り込まれてるっていうか、うん、そうですね。だからそういう、うん、なんかパターンはあるとは思うんですけど、うん、やっぱりもう 何かというと、プロセスがちゃんと価値を足してるというか、うん、それがやっぱり、まあ、プロセスエコノミーって体験の中で、うん、まあ、その時からその手のひらの中で僕はやってたんだなみたいな、でもその手のひらの名前が付いてなかったのを、ケンスがプロセスエコノミーって言った瞬間に、あーみたいな、全部、まあ、持ってかれたってわけじゃないけど、全部それでいけちゃうなみたいな、そうです、ね、まあ、ペイトリオとか、やっぱりキックスターターとか、はい、まあ、クラフトとか、そうですね、今までの文化は。やはりその文脈の中にむしろ格納されてる、うん、そうですね。はい、でそれがすごいやっぱり強い。そうですね。いやでもそれすごい分かって、やっぱり実はケンスさんが言ってるプロセスエコノミーはどっちかというとその純粋にクリエイターを応援したいから、その作ってるプロセスそのものに課金をできるような仕組みを設けるし、そのユーザーもプロセスの過程を楽しむと、そのクリエイターの人が変に生活のためとか、自分人気作家なのに次の作品出てへんやみたいな変なプレッシャーで次のアウトプットをねじ曲げることなく、そのクリエイターが作ってるプロセス自体で応援されると安心して自分らしい作品を次々作れるようになるっていう文脈で、まあ、ケンスさんはおっしゃったんですけど、まあ、おっしゃるように僕はそれを聞いた時に、いやこんなのもプロセスエコノミー、これもプロセスエコノミーって思って、でやっぱりケンスさんに、じゃあこれ本にしようよっていう話で、いや確かに小原さんが本にした方がそういう風に膨らませるからって言って書かせてもらった感じなんですね。でも本当に その一面だけじゃないんですね、はい、ケンスさんもおっしゃってた。それも大事だし、実はすごく尊いですけど、はい、でもなんか、もっと後半にも、実はブランディングにもやっぱりプロセスが寄与できるし。やっぱまあ、本当に持たざるものこそが、そのより自分らしさを輝かすためにプロセスエコノミーで使えるよみたいな、まあ、個人の話もすれば、まあ、大手のメーカーが結局、完成品では差別化できなくて、ヘッドヘッド競争になってるけど、実は日本ほど職人芸な国はないわけで、でそこを立ち上がらさせれば、まあ、実はものづくり大国日本っていう中の裏側の匠としてのプロセスエコノミーを立ち上がらさせればいいじゃないかみたいな話だったり、まあ、本当に多少広げて話をしたんですよね。いやでも今聞いてやっぱ思ったのは、やっぱりそのピタゴラ装置もそうだし、チビのメイドとかもそうだし、なんでその川村さんの作品ってアウトプットの中にプロセスが練り込まれていて、なんだけどやっぱり見てると怖いが立ち上がるっていうか、そのプロね、そのピタゴラ装置だったらそのこんなに組み合わせてここまでいけるんだみたいな、なんか子供のなんか工作の楽しさみたいなのが立ち上がってきたりとか、やっぱ日々の音色だとやっぱりみんながこう一緒にコラボすることで何かを祝ってるみたいなとか、いろんな違う人同士が同じことをなんかやろうとしてることのハーモニーだったり、やっぱすごいアウトプットなのにプロセスが中に練り込まれてて、しかも怖いが立ち上がってくるっていう気が勝手にしてるんですけど、ちょっと僕は川村さん好きすぎるかもしれないですけど、でも意識してないこともないなと思います。やっぱりその、僕はやっぱりその伝えたいメッセージとかストーリーにきちんとこうそぐう手法っていうんですか、はいはいはい、を使うことはまあ可能なコンテンツの時はやっぱりそうすることで、やっぱりそのストーリーテリング自体が強くなって、はいはい、うん、思っているので、うん、まあ、その日々の音色でとかつながりみたいなところで、はい、まあ、オープンカムとかつながるっていうのは、まあ、手法自体がやっぱりメッセージになっているので、っていうところはやっぱりすごく意識しますし、あともう一個はやっぱりその、さっき言ってた新しい作り方すればいいっていう反面、やっぱり全く新しいものを見せられても、みんなやっぱり想像力がそこで止まってしまう。ああ、確かに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 。なるほどね。まあ、共感とも言えるんですけど、はい、もう全くわかんないから、ただすっげー。そうですね。新しいテクノロジーだと、イフはするけど、そうなんです。ちょっと自分ごとから離れちゃうっていう。それはそれで素晴らしいですけど、うん、どちらかっていうと、みんなが見知っているものとか、なるほど、日用品とか、こんなに組み合わせたら、あんなすげえ装置作れるのかよとか、やっぱりウェブカムみたいに毎日見ているものなんだけど、うん、それこんな使い方だったのかよとか、ね、
なんか僕でもできそう、でもこのクオリティは作れるかわかんない、でもなんかやってみたい、やれか、うん、そのやってみたいとかっていうところまでたどり着けるってコンテンツとして相当強い魅力。なるほど、そうですね。なかなかそのプロセスエコノミーでもありつつ、なんかそのプロセスを、まあなんか、お金に換えるとかってことじゃないですけど、うん、なんかそれをチャームの一つに加えるそうですね。だし、なんだろう、参画したくなる隙間。だから最近、やっぱ、このプロセスエコノミーの本を書いた後に、今、その楠木圭さん、あのストーリーとしての経営戦略の、あのお話ししたときに、やっぱり実はプロセスエコノミーにおいて大事なことは、そのストーリーを完成されたもので渡すのではなく、そのユーザー側が勝手に組み上がるような適度な隙間でも、その想像したくなるような材料を置いとく。でこういうのをあの国分さんがあの中道体っていう言い方をしてて、要は情報を全部浴びさせられる受動でもなく、はいはい、自分がやりたいように全部やる手動でもなく、ある程度のものを受け取るんだけれども、そこに何ていうか最後シュートするために自分が駆け込んでしまうような間、はいはい、この中道体の設計が大事みたいな。そうですね、そこまでこう人うずうずさせられたら勝ちというか、うん、共感どころじゃなくてこう走り出してるみたいな。 そうですね、はい、それはでもあの本の中でも書いてあるそのなんかバーベキュー型とか、はい、レゴパズルじゃなくて、はい、レゴ型みたいなのも似てます、はい、やっぱりこの仕組みでこんな作れるって見せられたら、はい、え、じゃあこれを作りたいみたいな、ちょっと貸してよみたいな風になるというか。そうですよね。だからそういう意味で、まあ、その最近の川村さんって どういう作品というか、プロセスエコノミー的に言うと、はい、なんかあります？プロセスエコノミー的に、あ、実はドンズバで最近その積み石っていう積み石を、ね、はい、知らん、うん、作ったんですよ、うんうん、あの国有さんと共同開発で、はあ、あの紙のレイヤーでできた積み木なんです。ほう、あの紙のレイヤーでできてるんで、なんかその小口同士をぐそっと刺してくっつけられるんです、はい、だからこれまでの積むだけの、あ、積むだけじゃなくてぶっ刺すことで変な形ができるっていう、はいはい、積み木、積み石です。積み石、積むに紙です。積み石じゃないですけど、それはですね、うん、まあそれこそクラウドファンディングでお金を募って作ったんですが、はい、あの俺としても結構今のレゴに近いというか、その可能性を無限大で、はい、そうそう、横に求めるっていう。なるほどね。だからこれは確かにいろんな、あ、なるほどね、うん、こういうふうに蛇腹っぽくさせるから横でもいけるとですね。そうですね、あのああいうカード、トランプのカードね、バラバラバラってこうやってゲッてなる。ああ、面白い。これをですね、まあちょっと見たことのないなっていうんでしょう、うん、積み木の接合の仕方だったんで、うん、これは面白いと思う。もともとはそのアワード賞に出てた作品の接合方法が面白かったです。まあ、これちょっとファイナリストでダメになっちゃったんですけど、なんかペンとしてはよくわかんないけど、その付け方はすごい面白い。だからこのペンが一本一本だと立たないんだけど、複数のペンをあのつなぐと、まるで木が森になれば自立するみたいな、そういうテーマ。それね、ただまあちょっとその、まあ、テニスって実は重くて書き裂いたりするので、この部分、上の部分だけでおもちゃにしたらみたいなところから、ね、あの始まって、うん、で、この元のデザイナーの方とかが作って、で、作ってた。やっぱりその、これ単体では完結していないんだけど、はい、やっぱりこの完成したものの絵を見ると、これどうやってこの形になってるのか、うん、そうですね、結果こう、どうやって作ったんだろうと思いますもんね、はい、この人の形ができるので。うん、まあ、その万人受けかどうかわかんないんですけど、実は俺もちょっとそれやってみたいなみたいな、うん、まさしくその中道っていうか、そうですね、適度なみんなが作りたくなるバーベキュー的な隙間が、ね、はい、やっぱバルタン星人作りたくなりますよね、これみたいなね。いろいろ変なのが作れるあの、でまあやっぱクラファンなんで、その当然コミュニティを巻き込まれてるんで、結構そのプロセスの話はかなりまとめてちょっとずつあのお話しさせてもらったり、うん、まあ、実際あのこれはサクセスフルで結局3倍ぐらいお金が入ったんで、まあ、売っても売っても赤字なんですけどそれはさておき、あの、まあ、成功させていただいたんで、まあ、今後もそのワンショップをやったりとか、うん、あの本当に
人気だったらもしかしたらもうちょっと感じそうですね、工業的にね、まあ、もうちょっとやるかもしれない。今はもう完全に大阪で手作りみたいな世界なんで、うん、かなりえぐい作り方してるんですけど、なんかこういった試みはやっぱり面白いなみたいな、通常の何でしょう、依頼とか受注があって、うん、それに応える形の、まあ、コミッションワークみたいなとはやっぱり違う、そうですね、自分たちでまあアイデアを、まあ、作って、でかつそのマニファクチャラーの不要さんとか、まあ、うん、あの大江志向さん、紙の会社さんの方が感謝で作るんですけど、なんかそういう作り方のプロセスのちょっとコミューナル、そうですね、が自社がどう思っているのも、まあ、それぞれがバラレルに自分の得意なことを持ち合って、試合つつ、なんか売り上げは折半してみたいな、そういうのが、なんでそんなに川村さんとコンスタントに立ち上がってくるんですか。なんだ好きなんですね。生きる理由がものを作ることみたいになってるので、趣味であり仕事でありとか、うん、まあ、仕事だとあんま思ってないんですよね。なんか世の中で誰も作バカが作ろうと思わないけど世の中やったらいいなとか見てみたいなって思うものをやっぱり自分が隙間を見つけてはこう作っていくのが好きなので。しかもでも国用さんもまあその商業的な会社じゃないですか、一応、まあ、そう超一流企業ですね。もう国用のノートといえばあんな安いネタってなんでそんな上手なんていう、まあその役に立つのもまあ極めれりみたいな会社がこんな絶対最初儲からんやろみたいなことになんでつけてくれるこれはね、なかなかね、これ多少苦戦したんです、うん、普通もうちょっと、まあ、国際さんとは何度かちょっとこういう機会に行かせていただいて、はい、意外と、あ、やってくれるのかな、さすがにこれはそうです、ね、最初、ね、最初分からんみたいな話もあったんですけど、はい、やっぱりその実物の持つパワーとか、ね、作ったら、なんか面白いっていうのとか、あとまさしくちょっとプロセスエコノミーで、はい、これまでやっぱり、その素晴らしいなと。はい、そのクラウドファンディングとかそういうコミュニティビルディング の、うん、あの知見があまりないので、はい、このプロジェクトを通してそういうのをこうやれるケースとしては非常に有益だ、まあ、ある意味プロセスエコノミーを、ね、このプロを、まあ、ラーニングしたい、そう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 、こうさっき言ったコラボレーティブなコミュナブルな何か一つのこう焚き火が集まったらそこにみんながバーベキューを始めるかのようなプロジェクトの仕方そのものが国有さんにとっても多分そのプロセスを、うん、あの自分たちの体に通していると何かが次生まれるかもしれないみたいな、そういうメリットを感じていただけて、まあ、やっぱその主観商品でそれは進んでいけない、うん、そうですね、なんでこうちょっとスペシャルプロジェクトというか、なんかちょっと気の狂ったクリエイターが何か言ってから、とりあえず一緒にやってみようみたいな感じでやれる方が、やりやすい。まだね、それで言うと、これあのもう対談そろそろ締めなきゃいけないんですけど、ぜひ最近落合陽一さんがすごいコンビビアリティにハマってるんですよ。またフレーズがね、尾形さんの本。そう。それでね、尾形さんはコンビビアリティをどっちかっていうと、そのテクノロジーとかは進みすぎてテクノロジーに支配されつつあるから、テクノロジーと自分の距離が、あのスティーブ・ジョブズってパソコンを作るときに、あの心の自転車だって言ったのね。要はそのパソコンがあると、その自転車って自分の身体の延長のようにその移動距離を遠くにさせれるじゃないですか。それと一緒でパソコンっていうのは自分の身体のような感覚のまま遠くまでその心も情報を活かせることができるって文脈でいう中で、コンビビアリティを言ってあるんですけど、落合さんのコンビビアリティの文脈は、その共にその生き生きと生きるというのが、まあ元々のコンビビアリティの言葉の意味なんですけど、なんで共に生き生きしたくなるかって言った時に、やっぱ物が持ってる魔力みたいなのがあって、例えばさっき言った焚き火って、なぜか僕たちって焚き火の前にいるとこんな感じで座ってしまい、うん、はい、なぜか一人ともなく俺ってさみたいな告白をしたくないみたいな、物の魔力ってあるじゃないですか。で、物の魔力がそのそろそろデジタル 8K とか VR とかが進んでると、デジタルでコンビビアリティを作れるんじゃないかっていうのが、はい、落合陽一さんのその、はい、今取り憑かれてるなんですけど、でも一方で今の話聞くと、やっぱりこれは物の中にコラボレーティブなものがなんか
含まれてると思っていて、うん、ありますね。まだだからその、うん、まあ、デジタルは面白いしやられてないんで起こるべきだと思いつつ、うん、もうアナログの世界でもまだやっぱりあるとは。だから物の中に織り込まれた共に活性化、生き生きと生きるコンビビアリティだったりとか、物の中に練り込まれたプロセスエコノミーみたいなのを、その探求するとおもろいなっていうところで、まあ、ここ終わらなきゃいけないんですけど、ぜひね、あのサスペサスベストで、3年連続ピーチョ公演やってて、ほら、河村さんももともと本当はサスペサスベスト。ね、ダメだった。そう、はいはい、あれで落合さん、あのコンビデジタルコンビビアリティの話をしてて、おむちゃくちゃいいんで、ちょっと後で YouTube で、はい、なんかね、デジタルの工芸の話とかね、そう、で工芸なんていうのはまた話されるんですけど、工芸ってやっぱりローカルの文脈とその一回性っていうか、その時その場、あの大量生産ではない、一回性の中で生まれるものとか、なんか手作りのね、そう、はい、プロセスエコノミー的な、その方面のプロセスエコノミーってほとんど本に書いてないので、うん、なんか深掘りたくなりますね。全然書かれると思うんですね。そうですね。なんで、本当に今回もありがとうございます。いやいや、こちらこそ、はい。対談で話が広がって、また次の連鎖が続いていくってところが、まあ、本当に面白くて、いつもありがとうございます。いや、こちらこそです。どうもでございます。はい。